よっしゃ、最後の一匹倒しに行きましょうか。うん、ちょっとマイク動かします。オッケー、よしあのね、マイクはいいんだけど、その 3DS をね、ちょっとパソコンにつないでるんだけど、その音声入力のね、コードがすごい短いから、もうやりにくくて仕方がない。うん、はい、そんなエテポンゲです。よろしくお願いします。なんだろうこれ。あー、ちょい、ちょっと待ってくれよ、今瀕死なんだよマジで。ほらー、もうほらー、言わんこっちゃねー。おー、やっちゃってくれ。技打てねえんだけど。うわ、強いなー。あー、ちょっと待って。あー、違えた、間違えたー。あ、終わった。ちょっと味方ジバニャン回復させようと思ったのに。まあまあいいか。よし、これ何、これこっちじゃないんかな。くそ、欲しい、くそくそくそ。しゃ、よし、オッケーオッケーオッケー。え、さっきんとこけどさ、閉まっててっていうか、入れやんかったんやけど、どうやって行くんやろ。あ、これで開いてんのかな。いや、そんなことないよね。あー、こういうことか。あー、耐えた耐えた。よし、術の秘伝書向こうにもあるけど、まあとにかく倒そうか。持ち物回復しまーす。うん、よし、よしよしよし、オッケー、完璧。さあ勝負せい。はあ、強そうなやつ見つけた。これは戦うしかねえぞ。うわ、ヒヒダルマみたいなやつ出てきた。お、一匹だったらまあいい。いや、ずっと一匹か、さっきから。しゃ、クマニャン行け。クマニャンって誰だよ、クマニャンって誰だよ。ビッグバンインパクト。うわ、いいパンチだ。うわ、パンチ返された。おっし、おっしゃ、ジバニャンもやっちゃえ。ガードの上から叩きつけろ。カウンターを合わせていけ。ジョルトだ、ジョルト。宮田一郎張りのジョルトを見せてくれ。勝て。おしゃしゃしゃ。まあね、まあね、防御が高いやつは揚力で攻めればいい。いいこと思い出し、素早さがなんとかっていうのね。シー58。うわー、勝て。このさ、この弾を撃つやつのコツは掴んだんよ。得てとにかく連打すればいいっていうね。いちいち狙わなくていい。とにかく真ん中付近で連打すれば全部撃てるっていうね。勝て。よし、オッケー、行ってくれ。カッパッパ。いや、この相手硬いねーけど、ほんと。あとどれぐらいある。あ、もうちょいだ、もうちょい。
じゃあジェマニャン最後仕留めちゃってくれ。あ、終わっちゃって、ジバニャンビームでおね、最後終わらそうと思ったのに、ジバビームでないけど、ないけど、うん、今日、うん、めっちゃ強かった。よし、戻りましょう。長いは、長いは無用だ。よし、ちょっと宝箱気になるけど、またあれは、回収しに来ます。うん、よし、あっ、よし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 、よし、もうこういう時はフルボッコだもん。もう待てんにゃ。百裂肉球、まだ耐えるでしょ、けど耐えるでしょ、うん、おしげい。ビッグバンインパクト、おーしゃ、ナイスナイス、ストレート。暑いな、ほんと汗めっちゃ出てくるよ。いやけど健康的でいいかもね、うん、クーラーなんかつけちゃうとね、汗なんか出ないからね。まあその分ちゃんと水分補給しなきゃいけないけどね。けど汗をかくってことは大事だからね。うん、なんかサトリンちゃん、そうそう、汗をかくことは大事。うん、クーラーつけたらもう汗なんかかかないからね。ほんと引きこもりの相手にはね、うん、ちょうどいいわ、汗かけて。うん、外出ないからね。うん、引きこもりだからね。うん、引きだから、マジでお母さんも泣いてるよもう。はい、運びましょう。調子どうだね。どけい。で、あのおにぎりのやつどっから入るんだろう。こっちからかな。うわ、いけねえよこっちからは。チャリ。じゃあおにぎりはもうスルーでいいわ。こっちから出れるよね。よし。で、これを登って調子どう。で、他にもね、いろいろクエスト受けたんだけど、まあ、後でで、後回しで、うん。別で取るわ、うん。よいしょー、持ってきたよー。持ってきてないよー、倒してきたよー。こいつは驚いた。全部倒してきたのか。いやはや腕試しを準備した甲斐があったな。ワンパターンの内容で楽勝だったんですけどね。ウィスパー。なんでもあれだだだしゃ、さ、すいません。まあ、よい、妖怪ウォッチを貸してみろ。天様、教官お願いします。調子いいんだから。もう、あ、鼻がかゆい、鼻がくしゃみが出る。大丈夫、よし、さ、サクッと強化してくれ。サクッとできた。おいちゃん、できた。よし、できたぞ。今回もバッチリだ。おお、ランク A、 いいね。 A ランク妖怪が反応するようになった。やったぜ、妖怪どころじゃねえや。うん、ワンパターンすぎたか。次は、いや、しかし、ブツブツ。もしもし。おお、すまんすまん。まあ、もう分かっておるとは思うが、高ランクの妖怪には注意しろ、だね。そういうことだ。まあ、今のお前たちなら心配ないか。さあさあ、それでは張り切っていきましょう。オッケー、クリア。うん、ウィッシュ。いいね、順調順調。あれ、あ、大丈夫か。うん、ボーナスチャンス。オッケー、いいね。これ結構熱い演出だね、結構。うん、当たりやすい気がする。まあ、当たっても大したあれじゃないけれども。よし、じゃあ早速行こうか。ちょっとクエストね、ほんといろいろ途中のやつあるけど、ストーリー進めたいしな。うん、はい、よいしょ。ケマ元にね、
ほんとね、実はね、ちょっとぐるぐる回ってた時にね、もういっぱいあったんだよ、クエストが。大量にあってさ、あのワンダーニャンのね、なんとか岬っていうのどっかないかなと思って探してたんだけど、ないよね。だから、とりあえずぐるぐる回ってた時に、まあ、山にも一人いたし、あと、学校にもいたし、で、違うマップのとこにも何人かいたし、全部ちょっととりあえずスルーしてきたんだけど、まあ、後で受けれるよね。受けれない説とかあんの？それだけはちょっと勘弁してほしい。どこに行くんだったっけな？あ、上。危ねえ、今電車乗りかけた。危ねえ。上じゃねえし、飛ばしてくれ。危ねえ。倒しに行かなきゃいけないんだよね。なんか、大ボス的なやつを。さ、行くぜ。回復したっけな。よし。準備は整った。行くぞ、ウィスパー。ウィスー！一人妖怪ウォッチごっこです、今のが。今のさ、小学校たちはさ、小学校たちってどういうことだろうね。小学生たちはさ、なんだろう、妖怪ウォッチごっことかしてんのかな。エテはさ、エテが小学生の時はやっぱり、ポケモンごっことか、まあ、やってきた節だからさ、うん。なんか、ピカチューとかやってたからさ。今の子は、ウォッチごっこなんかな。あ、ちゃ、早いよ。落ち着け、バカ。よし。なんか、で、右と左に挟まれてんな。あ、こいつ早いんだよ、こいつ。早い。よしよし。上の A の扉開けて、モンスター退治と行きましょう。おーい。冬にゃんじゃない。おう。行ってくるよ。あぶねえ！後ろ！おーしゃしゃしゃ。あぶねえよ。けど頂上ってさ、もう、わあ、いるな。ちょっと一回切るわ、ここで。うん。ちょっと長くなりそうだから。戦闘で1パート使っちゃうぐらいだからね。うん。一旦ここで動画切りますね。はい。もうパート64とか、それぐらいじゃないかな、今。結構行きました。今後ともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。